超簡単レシピ第6弾。今回は、はんぺんを使ったはんぺんボールです。材料です。はんぺん、それから枝豆。今日は冷凍の枝豆を使います。ツナ缶、片栗粉、お醤油、それからお塩がちょっとです。はんぺんを、細かく砕いて、フードプロセッサーを今日は使いますが、フードプロセッサーがない場合は、ボウルでお手でくちょ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 、はんぺんを柔らかくしていただいてもいいと思います。はい、では作っていきます。はんぺんです。細かく手でちぎってフードプロセッサーに入れて、で はい、ここに片栗粉を、お醤油で、ツナもここで入れます。で、またフードプロセッサーかけます。これで、はんぺんボールの種ができました。ここに枝豆を入れて、お団子にしていきます。はい、こんなに混ざりました。滑らかになりました。で、ここへ枝豆を入れて、あとはこれをお団子状にしていきます。はい、お団子状にしていきます。これベタベタして丸めにくいときは、ちょっと手にサラダオイルをつけるとまとめやすくなります。これぐらいの大きさで。では油の温度も適温になってきましたので揚げていきます。枝豆が飛び出そうな時はキュッと中へ押し込んでから揚げてください。もう全部火が通ってるものばっかりですので、色がついたら上がりです。全体にこんな具合に色がついたら揚げ上がりです。
上がりました。はい、では盛り付けていきます。カフェゴーゴーの超簡単レシピ第6弾、はんぺんボールでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストもお待ちしてます。